県高松市出身の落語家、俳優。落語協会所属、三遊亭恵窓か上一門弟子。劇団式出身、日本で唯一のミュージカル落語家。株式会社オフィス、極むと代表取締役社長。本名、記事取り工作。21歳で、東京の俳優養成所を卒業後、香川で家業の土木建築業を手伝いながら、 地元のアマチュア劇団で活動を経て1988年に劇団式に入団。ファミリーミュージカルなどを中心に出演、ミュージカル、リコーランやオリジナル作品の台本や制作にも携わったが、10年間財団後、アサリケータにも了解を得て退団。最後の舞台は、リコーランシンガポール公演だった。1997年に春風亭小朝に入門し、 落語家に転身した。前座名は、春風テレビ太し。2001年に、三遊亭窓家、竹門家に移籍する。2002年に11月に二つ目に昇進し、三遊亭野郎となる。2003年から2004年東宝ミュージカル、レミゼラブルオーディションで、テナルディエ役を勝ち取り出演する。2005年から2008年まで、シアターテレビジョン。 オペラ CH にレギュラー司会として出演した。2004年からミュージカル俳優の経験を生かして、ミュージカルと落語の融合ミュージカル落語を自ら創作、挑戦している。ミュージカル落語は、笑いあり涙ありとエンターテインメント性が高く、従来の落語ファン以外からも注目を集めている。他方、佐田雅史の楽曲、償いを題材としたミュージカル落語。 償ぐいでは、細かな心理描写や、極めて道徳的な作品作りが高評価を得ている。古典落語では、文七玄血などの人情話を得意としている。2013年以降、毎月の寄せのほか横浜館内ホールや、東京都新宿の、ミノトールニア埼玉県、所沢市民文化センターミューズなどを中心に、ライブパフォーマンスを行っている。 子供にもわかりやすく、質の高い芸術であるとして、全国の小中学校の芸術鑑賞会などでの招待講演も多数行っている。プロ野球では、阪神タイガースのファンである。2014年春、三代目柳谷東三郎、四代目柳谷三五郎、五代目古根亭新孔、三代目桂山とともに、新内昇進。 三遊亭極ワとに改名。2021年秋、ユタと不思議な仲間たちに出演することが発表された。李秀信、劇団四季から落語家に、三遊亭極ワとミュージカル落語で伝えたいこと。大手小町。読売新聞社。2021年11月11日閲覧。ありがとうございます。